広いアスファルト通りからひそやかに踏みしめていく足音が聞こえてくるのだ。しかもそれがいつまでもいつまでも続いている。数百人数千人の足音、時々かつかつ軍艦の音が聞こえている。街灯を引っかぶって下を凍る戸外へ飛び出した。そこで見たものは果てしない中国人の長い長い早々の列である。シャーカンで様子を見るとどうだ、行くぞ。取って返して街灯の下にジャケットを引っ込んで、私たちは後を追った。足元を叩きつけるように機関銃の連射音が起こってきた。やってるな、行くぞ。行けました、危ない中さん、冗談来ます。ピーンという音がして、途端にだけ跳ね返る銃弾の音が耳を弾いた。何万人か知らない。しかし、おそらくそのうちの何パーセントかだけが敗残兵であったほかは、その大部分が南京市民であっただろうことは想像に難くなかった。いつの日にかね、まあ当分は書けないさ。でも俺たちは見たんだからな。いや、もう一度見てみようよ、この目で。そう言って私たちは腰を上げた。川西へ出た。もうすぐ朝が来る。と見れば、ふと一面が真っ黒く掘り
重なった死体の山か、その間をうごめく人影が50人、100人ばかり流れる血、うめき声、痙攣する手足、しかもパントマイムのような静寂。太陽がかすかに見えてきた。人一面が鈍く光っている。血だ。やがて作業を終えたクーリーたちが一列に並ばされた。ダダダダダ、機関銃の音、抜けずにひっくり返る。踊るようにしてその集団は川の中へ落ちていった。終わりだ。やがてゆらゆらと揺れていた梱包船の上から水面めがけて機銃弾が走った。死者の数約2万名。しかしこれは完全な殲滅掃討である。南京入場式はこうして大掃除された舞台で展開された。朝日新聞記者の今井正孝。安全の保障なるゆえ、明日自国の奉還にて南京から避難されたし、8月27日アメリカ大使館1886年、アメリカイリノイ州の鍛冶屋を営む貧しい家庭で生まれ育った。苦学の末大学を卒業すると、キリスト教伝道団から中国に派遣され、1919年壊れて南京の金陵女子大学、1930年からは金陵女子文理学院の教師として南京に赴任した。アメリカの伝道団の仲間の皆さん、早めのクリスマスメッセージを送りました。ヒトラーのナチスのフランコ援助によって内戦に引き裂かれたスペインの人々、イタリアの侵略に蹂躙されたエチオピアの人々、日本の侵略に苦しみ中国の人々、イエスの恵みによってそれらの地に平和が訪れますように。11月9日、ミニー・ボートリンさんは1937年
12月日本軍のあの大虐殺の最中、貧しさゆえに逃げ出せない民衆、特に若い女性を日本軍の豪華レイプに侵される危険から守るために、自分の大学を難民区として解放し、命がけで戦った女性だ。多くの難民の人々からは、生き仏、観音様、陽明さんと慕われていた。12月12日、南京はついに日本軍の攻撃にさらされた。国際安全区の中には20万人の人が収容されていった。あの銃声からすると、日本軍が城内に入ってきたようだ。車間の方角からも砲声が聞こえる。戦争は国家の犯罪である。全人類の心の奥にある創造的な精神に対する罪である。軍事的観点からすれば、南京攻略は日本軍の勝利とみなせるかもしれないが、道徳律に照らして評価すれば、それは日本の敗北であり、国家の不名誉である。日本兵から逃れるために、この婦女子専門の難民収容所、金陵女子文理学院に殺到した。12月16日までにすでに4000人以上、限度は超えた。学院に入ってくる時のあの若い女性たちの姿、私は忘れない。髪を切り、顔を黒く汚し、男の着物を、あるいはおばあさんの服装して演奏していた。私は連日校門のゲートの前に立ち、女性だけ入れるようにチェックし、最高人は1万人となった。私たちのキャンパスに入り、妻や娘たちを校門のゲートで見送る夫や父親たちのあの顔、私は忘れない。どうか眠る場所、たぶん彼らの頬には涙が流れて。1938年、
私の目の前に絶えず浮かんでいた。1938年夏、日本軍が中国国内の戦火をさらに拡大している。39年秋、ヨーロッパ大戦勃発、ドイツイタリアが勢いつく。それがまた日本をも勢いつかせている。そして1940年3月、私は上海でのキリスト教宗教教育者の大会に出席した。この町で享楽的な生活を楽しんでいる多くの中国人を見て、私は錯乱するような衝撃を受けた。私の最後の日記の日付、4月14日、私の魅力は消滅しそうだ。これ以上前に進むことができない。仕事の計画を立てることもできない。14日、この1年後、1941年5月14日、インディアナポリスにあった連合キリスト教伝道団の教会の秘書のアパートで、私の中国での伝道は失敗に終わった。精神病の不治の病で苦しむよりはまだ死ぬ方が楽です。
私は1947年昭和22年に岐阜県に生まれ、家族は父と母と兄、そして私の4人家族でした。20代の頃は前向きに生きさえすれば必ず未来には希望が訪れるんだ、言い聞かせて生きていた。しかし本当は私の心の奥底にはいつも満たされることのない不安感と怯え、恐れの気持ちがあった。1989年のある日、テレビに映った一人の中国残留婦人が、自分たちにとっての戦争は今も終わってはいないと訴えられた。その一言を耳にしたとき、私は今までずっと心の奥底に深く沈殿させてきた私の心の闇と罪の意識が薄き始めた。私の父は1934年昭和9年傀儡国家満州国ができた3年目の年に、自ら志願をして満州国の軍隊、満州国軍の軍人となっている。いわゆる満軍とは、兵隊の全てが中国人で、それを指揮する将校だけが日本人という軍隊であった。父は満州各地を転戦しながら、日本側から言うところの反満抗日の疑いをかけた中国人を捕まえ殺していた。その頃父はいつも寝るとき枕元にピストルを置いて寝ていたと母から聞いたことがある。部下の中国兵に寝首をかかれることを恐れていたのか。父は戦後 C 級戦犯として裁かれ、3年間の公職追放処分を受けた。その罪は GHQ アメリカの占領軍に押収された写真の中に、父の命令で中国人捕虜殺害の指揮を取っているところの写真が証拠となって、父は罪に問われた。このことは兄が10代の終わりに父を激しく問い詰め、父が初めて語って分かったことだ。兄は傀儡国家満州で生まれている。そしてもう一つ、父は1945年今度は関東軍の招集によって鉄道部隊の中尉となっていた。そして8月9日ソ連の参戦、その時父たち関東軍の将校と家族は夜の闇に紛れて密かに自分たちだけ軍用列車に乗って日本に逃げ始めている。しかも父は鉄道隊の一員として自分たちの乗った列車が通過した後の線路や橋を爆破しながら、そのために奥州に兵隊代わりに配置されていた満蒙開拓団の人々は関東軍に捨てられ、地獄の逃避行へと追いやられ、飢えや寒さ、病気、さらに集団自決なので多くの人々の命が落とされていた。そしてその中を辛うじて生き残り、その後中国人の方に助けられ、中国に残された人々こそ中国残留婦人、孤児と呼ばれる人々だったのだ。
私の父は中国人を殺した加害の罪を犯したばかりではなく、同じ同胞の日本人を捨てた罪を犯している。そして9月の2日にはもう日本に引き上げをしてきた。そして家族は全員無事に生き残った。その父と母から私は生まれたのだ。道具であり軍刀がしまってあったタンスの下でいつも寝ていたんだ。父は戦争のことはほとんど語らなかった。この言葉だけはよく覚えている。ちゃんころ、ちゃんころ、人間を蔑視したこの言葉、私はこの言葉を吐く時の父の姿に、言い知る人間の弱さ、愚かさ、儚さを感じていた。そして私家族は罪に罪を重ね続けている。周りの人たちと挨拶を交わしたり会話をすることはほとんどなかった。私も周りの人が怖かった。いつもいるような冷たい視線を感じていた。きっと自分たちを搾取した落ちぶれた地主の家、おまけに満州からの引き合いの戦犯軍人の家。戦争が終わり、そして明るさを取り戻し、何事もなかったかのように
生活を貪さぼる人々にとって、この悪の象徴のような私たちの存在は見たくなかったんだと思う。お前たちのせいだ。お前たちは仲間じゃない。いつもそう言われてる気がした。そして私はかつてそういう人々を馬鹿にしていた。お前たちと俺たちは違うんだ。そう思っていた。その中には私の家の2軒隣に住んでいた在日朝鮮人の家族もいた。私はそういう人たちを馬鹿にしていたんだ。それは小さい頃から母から聞かされ育まれた意識でもあった。母は、あなたのおじいちゃまはお医者様だった。周りの人々とは違うのよ。それが落ちぶれた私と私の家族を支える意識だったのだ。私も父と同じように底辺に生きる日本人、朝鮮人、中国人を蔑視し馬鹿にしていたのだ。それでも私はひっそりと目立たぬように罪人として生きる、そう自分に言い聞かせよう、言い聞かせようとしてきた。しかし私の心は揺れ動いた。旧家の US 艦との間でこわばった緊張と不機嫌な感情、自分を抑制して生きていた。やがて私はそんな家族の現実から逃れたいと大学を出ると東京に出た。その時私は父と母を捨てる覚悟で東京に出た。その時母はすでに重い躁うつ病にかかっていた。妻和子の告白。私の戦争の記憶といえば、16歳違いの姉に手を引かれ、フリルのついた黄色いワンピースを着て出かけると、大人たちがかわいいかわいいと言ってくれる。ところが渋谷駅に着くと、いつも白い着物を着て軍隊の帽子をかぶったおじさんたちがいる。アコーディオンを弾いたり、ハモニカを吹いたり、中には片手片足のないおじさん、黒い丸いメガネをかけたおじさんもいる。私はその悲しげなおじさんたちを横目でちょろちょろ見ながら通り過ぎていった。その思い出、実はそのおじさんたち元日本兵は軍人恩給がもらえず、祖国にも帰れず、生活の糧を得るために日々そうして駅に立つしかなかった朝鮮人の方々だったと、つい最近本を読んで初めて知って驚愕した。知らなかった、私の中で知らなかった在庫も次々と浮かんでくる。私の在庫、それは私たちが結婚を意識し始めた頃、彼の母から突然自分の手首を切った血で書いた血書が送られてきた。あなたと私は親、切っても切れない血が流れているので、あなたは私のもの。薄茶色に変色した血の色に圧倒されて、私は思わず気持ち悪い、その手紙を捨てた。その血書を取りとゴミ箱に捨てた。つまり私は呆然と何かと、こんなものを送りつけられた私に涙せず、送りつけたお母さんに涙するの。母を置いて自分だけ幸せになんかならないんだ。こんなものであなたの気持ちを引き止めようなんてひどすぎる。このままだったらあなたは一生
生母さんに尽くす人生しか得られない。
中国東北旧満州に行った。父や母がその時何を思いどう感じていたのか、夫はその両親の息遣いを知りたい、嫌がる私を連れて。私はその頃9月18日が何の日かさえ知らなかった。その9月18日満州事変のその日、私たちは偶然ハルビンに着いた。そしてハルビン空港に足を踏み入れた。その途端の中の証拠と父の姿が重なった。そしてハッとした。父が隠し持ってきたハンドの軍刀、あの軍刀にはこの人たちの血がこびりついていたのだ。父が夜中うなされて飛び起きるのはこの人たちが寝込みを襲い、父を眠りから呼び覚まし、私の命を返せ、返せ、あなたのそばを離れない。そう、父を激しく揺すぶっていたに違いない。私たち家族の戦後の生活の日々、この青年たちの苦しみ、悲しみ、怒り、恨み、その声に覆われた日々だったに違いない。自分たちだけ生き残って幸せになろう、そんなことは許さない。
侵略戦争の戦場に立つ日本兵の不安そのものかもしれない。生きる大義を失った生、私たち家族の戦後は、戦後もずっとその侵略戦争の戦場を生きていたんだと思う。中国への全面侵略が開始された。中国では国民党と共産党の合作の抗日民族統一戦線が生まれ、日本への抵抗の力が増す中、8月13日、上海で日本海軍陸戦隊と中国軍との交戦が始まった。同じ8月15日には、シナ軍の亡霊を要調子持って南京政府の反省をという名目で近衛文麿は政府声明を発表。つまり気に食わないから問答無用で懲らしめよというのである。当初農民は中国との戦争の打つ気はほんの付録でいとも簡単にと考えられていた。ところが単に懲らしめられるはずの中国軍の思いもかけない激烈なる抵抗に日本軍は立ち寄りうろたえた。仙台第13師団師長兵、その頃から現地の中国人の姿がむやみと怖くなって何やらわけのわからぬ恐怖心に取りつかれていました。不意にどこからか襲われそうで、それがただ素直に刺激に従っている老人であっても中国人である限り不安で耐えられなかったのです。第三師団名古屋歩兵第6連隊の一貫西岡末雄、私の生涯を通し上海上陸作戦ほど無害に徹したことはない。そして
この境地に達した瞬間、人間性を失い、若者は影を潜め、あらゆる魂が現れて支配するかに思われた。すなわち死を超越するとともに、敵を殺すと大根を切るように、悪の観念と恐怖とは全く消え去ってしまったのである。敵の屍を見ることはこよなく楽しく、屍のそばで渇きを癒すことも平気で、心身の爽やかさを感じたのである。安全で敵を殺すのを見るくらい心の喜びを感じることはない。読売新聞上海総局記者西里達夫。妻と子供を連れた一人の中国人、日本海軍陸戦隊に捕らえられた時のことだった。日本兵がそこらに散らばっていた中国画報の蒋介石の写真を見せて、これを知っているか、指さしていた。その捕らえられた男は蒋介石の写真を見て首を縦に振った。そしたら即座だった。隊長らしい将校が軍刀を引き抜い、立ちどころに切りつけ、悲鳴を上げ、血を吹きながら生き返っていく夫を、その妻は、息を飲んだまま、凝視していた。南京攻略の命令が松井岩根によって下された。南京市より東へ長江沿いに70キロ近くの鎮江の町、その鎮江師範専科学校の教授王城さんは語っている。
人でも二層でもたくさん合格されましたが、一人は中国人青年を強制して老婦人を強姦させ、それを周りで日本兵が見物して興じたことです。そのような中国人の中には怒りのあまり自殺した人もいました。南京への進撃を松井岩根大将率いる中支那方面軍の第10軍と上海派遣軍が独断先行で開始した頃、蒋介石は国民政府の首都を南京より重慶へと遷都し、南京防衛軍を組織し一定期間の南京死守を決定。司令省長官は董正地が自ら名乗り上げた。南京特別市は南京城区内近郊区6県が含まれる。そこに250万人の人々が南京防衛軍と共にいた。一方、南京城内一番乗りを目指す日本軍は東と北から上海派遣軍、南部金沢、善通寺、仙台、京都、東京、山田支隊、各支隊が、そして南から第10軍、熊本、久留米、宇都宮、広島の国崎支隊が南京の包囲殲滅作戦を取っていた。戦区は先ほど満開を参照し、全将兵の目には感激の涙もあふれたのであります。1937年12月3日、日本侵略者攻陷南京，南京中国軍がパニックを起こして逃げていく。市民もパニックに陥った。多くの残留家族がわずかな食料と寝具類を背中いっぱいに背負って退却する部隊の後を追って南京を脱出しようとした。避難民の群れが友好門に向かって洪水のように殺到した。中山南部から中山、そして中山北路、北に流れていた避難民の波はやがて大通りにあふれ動かなくなった。友好軍の手前で中国軍の第36師団が重機関銃を据えて退却部隊の通過を阻止したからである。同部隊は当司令官から
挙動計画のない部隊は発砲してでも阻止せよと命令されていた。洪水のように押し寄せた避難民はここでせき止められ大混乱となった。そしてついに中国軍第36師団の城内守備兵がこの避難民に発砲し阻止しようとしたため中国軍の戦車部隊が友好軍を強行突破した。それに続いて兵士と避難民の大軍が水門を開かれた本流のようにドーンと脱出した。避難民の大軍でシャーカオの中心に南は三社川から北はバイタク港あたりまで数キロにわたって埋め尽くされた。この時もはや中国軍は軍隊の手を成してはなかった。追い詰められた避難民は兵を自殺行為に等しい渡航を始めた。何千何万という人々が長江の流れに身を乗り入れた。たちまち広い川村が修羅場と化した。釈迦の草橋に使われていた船に乗り込んだ何百人もの兵士たちは逃げることに懸命なあまり船に乗る貝もなく帆もなく機動力がないことを忘れていた。彼らはただただ下流に流されるだけだった。岸辺にあった一艘の橋には数百人がしがみつくように乗り込む。一つのギャングには狂気のようになった人々が乗り込み超満員になって沈没してしまった。船のない人々が看護家を探してボートガードをし電柱を電線で縛って筏にするもの、藁の束にすがるもの、たらいや公文用の大鍋を浮かべて乗り込むもの、テーブル、柱、天秤、まな板などの板を浮き袋ガードにお読み出すもの等々でいっぱいとなった。川の中流は水が渦を巻いて流れ、人体を引っ込む、あるいは寒さで体力を使い果たし、そのまま近づき沈んでいった。そして生きている者には海流の走者が待っていた。最後に残った中山門も第16師団で京都の歩兵第20連隊が立ち止められ、昭和12年12月13日午前3時10分大野部隊占領、白鵬兵
書きつけた。南京城内はついに陥落した。南京城内への一番乗りを早く早く押し上げたのは新聞ラジオの報道と国民の熱狂があった。12月14日南京陥落を待ちかねていた多くの日本国民は各地で提灯行列を行った。東京では夜市民40万人が繰り出し、広い皇居の周りは提灯を持つ大群衆で渦巻った。そして天皇の陸海軍幕僚長に称賛の意を伝えた。中品方面の陸海軍総隊は上海付近の作戦に引き続き勇猛果敢なる追撃を行い、敵の首都南京を陥れたのことは深く満足に思うぞ。もうね、将兵申したよ。
2001年5月私たちは初めて南京へ行った。長江の大虐殺現場に立った。その時私は信じられないような体験をした。長江の川岸に立ち殺された中国の方々の無念と日本人の犯した罪を思い手を合わせていた時のことだ。突然目の中が真っ赤になった。目をこすっても変わらない真っ赤だ。それはまるで血の色だ。同時に激しい頭痛に襲われた。今まで経験したことのないような8割のような痛み。そして声を聞いた。うなるような声に支配された。それはまるで地の底から湧き上がってくるようだった。やがてその声を侵略者の罪から生まれた私の命への警告か。それともその罪の証を探せという信号か。侵略者の息子よ、己の生涯をかけてその罪をあぶり出せ。そこにこそ己の皇帝の姓が現れるであろう唯一の道として。そして私たちは初めて南京屠殺記念館に行った。ルイルイと横たわるその遺骨が今にも立ち上がる私に語り出しそうな気がした。何しに来た？弔いに来たのか？見に来たのか？金！山田旅団第65連隊会津若松黒住部隊旧陸軍士官田中三郎加盟。ウリュウ山という砲台の陣地へ侵入した時にはもう組織的抵抗はなかった。幕府山の手前まで来た時、膨大な中国兵が投降してきた。上からの命令で始末せよのこと。この捕虜軍を処理したのは入場式の17日であった。その数およそ1万4000名余り。こうして
上皇の川岸に集められた捕虜、海援犬に囲んだ銃機関銃、軽機関銃、小銃の列が一挙に集中砲火を浴びせる。一斉射撃の轟音と集団から湧き起こる弾圧音の叫びと、長江の川岸は共感地獄、浴び地獄であった。私は小銃を撃ち続けた。今なお忘れられない光景は、逃げ場を失った大群衆が最後のあがきを天に求めたためにできた巨大な人柱である。なぜあんな人柱ができたのか、その正確な理由はわからない。おそらく水平撃ちの銃弾が三方から乱射されるのを、地下には無論隠れることができず、次々と倒れる人体を足場に、後ろ手に縛られていながら、少しでも弾の粉に高いところへと逃げようとしたのではないか、想像した。そんな人柱が立っては崩れるのを3回くらい繰り返した。ドドーン、ドドーン。一斉射撃は1時間ほどで過ぎた。少なくとも立っている者は一人もいなくなった。しかしこのままではまだ生きている者がいるかもしれない。もし生きている者が逃亡すれば、この殺害の事実が外部に漏れて国際問題になるから、一人でも生かしてはならぬ。それから夜明けまでかかって徹夜で完全処理のための作業に取り掛かった。暗闇の中で万単位の人間の生死を確認するのは大変なことだ。そこで思いついたのは火をつけることだった。死体のあちらこちらに放火された。死体と思っていたのは暑さに耐えきれず火をもみ消そうとする、直ちに銃剣で刺し殺した。靴もゲートも人間も油と血でベトベトになっていた。秋の18日、私は死んだように眠り込んだ。59師団ある兵長、自己の欲望を満足させるための邪魔になるからといって生きている人間の子供を、ようやく舌が回り始めた赤ん坊を煮え湯の中に投げ込んでしまったのだ。我が子の名を呼び悲痛な叫びを上げている母親に、なんとわめこうと100年目だとばかり口を塞ごうとした。その手歯をもって逆らう手強い抵抗にますます野獣の本性を表した私は、頭から布団を追っかぶせ、その上に馬乗りになってついに蹂躙したのだ。マギーは通報を受けてドイツ人のシュペアリン上海保険会社南京支店長と共に現場に駆
駆けつけた。部屋のドアを激しく叩き、戸を開けろ。英語とドイツ語で怒られた。すると一人の兵士がついに出てきて、階段を下りていった。けなもの、私は思わず中国語で彼の後ろ姿を浴びせた。レイプされた中国の婦人たち10人に1人は見ごもらされたのでは。当時調査を始めた金陵大学のスマイス博士は我々に胸の内を語ってくれました。妊娠を知った女性はショックのあまり自殺した人もいました。生まれた子は窒息し、捨て子等で育てられることはなく、その数は大変な数になるでしょう。多胎を願う婦人たちがウィルソン医師のもとにたくさん訪ねてきましたが、それはできない。返せたのを得なかったんです。私は趣味で持っていた16ミリフィルムのカメラで病院に運ばれる患者や虐殺の現場を撮り続けました。その中に全身37箇所刺され、血だらけになってウィルソン医師のもとに運ばれた婦人リー・シュウエイさんの姿ももちろん映っています。リー・シュウエイさん、マイリー先生、大変元気になってよかったです。先生、お米、お麦、お豆、私に食べさせてくれたでしょう。そのおかげです。私だけじゃない、みんなで、ね、そう、みんなに必死で助けてくれました。いざ、ここも危険です。前の家も後ろの家も日本兵の宿舎となって、この教会にも毎日押し入ろうとしています。先生、でも私のうちもう焼け出されて住んでいれば。心配いらない、病院の職員寮に移ります。ここよりはマシですか。ありがとう。でも、ね、1日に3回お粥を配ることができなくて、ここにいたい。すみません先生、このナミンクの中には1000のお金も持ってない人たち10万人もいるって。その人たちがこうやって生きていられるのは先生たちのおかげです。私たちは大丈夫です。それより先生、先生の代わりお子さんや奥様、母国へ帰されたままどれだけ心配しているか。当然のことをしているだけです。十分ではありません。皆さんの笑顔が何よりの励みです。私たちも先生たちのように実際この地獄の中では難しいことです。話せますか。何があったかを。はい先生、私は南京で生まれました。母は私が13歳の時亡くなりました。そして去年1937年3月、
私は19歳で夫と結婚しました。公務員の夫は若かったので国民党軍と間違えられて殺される危険だったので、やむなく南京から武漢に避難しました。私は父と一緒に南京に残りました。12月の初めて私たちは国際安全区の中にあった小学校の地下室に避難しました。12月13日南京は日本軍に占領され、そして18日の午後、十数人の日本兵がやってきて若い男性を連行したのです。男性は冬で寒くて皆帽子をかぶっていたので、日本軍の男性は帽子をかぶっている男性を皆中国へとみなし連行したのです。私たち女性は発見されないために泣くことすらできませんでした。そして19日の午前、私はこのままでは日本軍に侵されることは避けられない、そう思って壁に頭をぶつけて自殺を図って気を失いました。みんなで私を助けてくれて、私の意識が戻りました。今度日本兵が来た、命がけで抵抗してやると思う。私は死ぬことを覚悟しました。そしてその日の夕方、また3人の日本兵が来ました。1人の日本兵が私に気がついて近づいてきました。そして2人の日本兵は若い女性を無理やり連れ出していったんです。そして部屋にいた全員を外に出してしまう。その日本兵が私に近づいてきて、そして服に触れようとした時、目の前に兵士の大剣が見えたんです。私はその大剣をとっさに掴んで彦に急いで壁を背にして立ち上がりました。日本兵は驚いて大きな叫び声を上げて加勢を求めたんです。女性を連れ出していたその2人の日本兵が戻ってきて私の心臓を突き刺そうとしたんでしょうが、私と日本兵が掴み合っていたのでそれができず、私の頭といい体といい足といいそこら中刺しまったんです。左を向いたら左の方、右を向いたら右の方という具合にでした。私は顔から血を吹き出していました。一人の私のお腹を銃剣で突き刺しました。私はその時妊娠7ヶ月でした。私はそのまま意識を失って、日本兵たちが私が死んだと思って部屋から全員出て行きました。食料を探しに行っていた父が戻ってきて、しばらくしばらくいくら酔っても返事がなく鼻からの呼吸もなかったので、父は私が死んだと思ったんです。私を扉に乗せて外の冷たい空気のその刺激で私の口からガボッと父と共に息を吹き返したんです。父はもう喜んで私をウィルソン先生のいる病院に担ぎ込んでくれました。ウィルソン先生は私の傷口を全部塗ってくれました。顔に、頭に18箇所、頬に18箇所、お腹に1箇所、合計37箇所です。私は出血多量で7ヶ月の男の子流産で死にました。Grandma was singing for him, and he was telling me.
の戦争体験がうまいしを据えたいい思いだったゆえだったのでは、押し入れにあったあの古臭い品々軍兵たくさんのベートル軍手の靴下耳当て付きの防寒具水筒出世祝いのお茶碗その文字を書くためのあの金粉の紙なんだ。父が売った品々を身につけた兵士たちどこ行ったんだ。中国、アジア、沖縄、他には考えられない。だとしたら南京の虐殺の現場にその主にならなかった誰が断言できるだろう。夕方になっていたら外はまだ明るかった。
壁際につく寝られた布団の下で妹は泣いていた。どうやら日本兵が銃剣で蚊帳と布団と吐いた時、剥がされた布団が妹の上にかぶさったものらしい。姿は見えず静まり返っていたが、部屋の中は恐ろしい光景となっていた。寝台の一方に13歳の姉が死んでいる。お姉ちゃん、ズボンを下ろされ裸にされ、両足を投げ出され寝台の前に。無意識に4歳の妹に語りかけている。それから幼い笠間は机の下の仕草に潜り込んで、寒いのか家から布団を持ってかぶった。夜になると家に戻って暗がりで食べ物を探した。おじいちゃんおばあちゃんの家に大きな鉄鍋があり、これに焦げ飯の熱い層がついていた。幼い二人はこれを机の下に持ってきては食べていた。2週間ほど経ったとき、近所のおばさんが2人を見つけた。このおばさんを母さんは知らなかったが、老人の養老院へ連れて行ってくれた。そして2人の命は救われた。その後、難民区へ避難していた母さんのおじさんが老人堂へ探しに現れ、難民区へ一緒に行った。カサンは今、殺された家族たちの死体がどうなったかも分からず、両親の墓さえないので墓参りもできず、寂しい思いをしているばかりか。今日本では、カシュッキンさんを偽物と本に書かれている。アジア大学の東中おさみが書いた。
2度目の加害の罪を犯しているのだ。西上さんも同じ苦しみの中で亡くなったんだ。結局柏木亭さんの9人家族のうち7人が殺された。2001年5月、南京から帰って初めて気がついたことがある。私が幼い時、三男の兄が命を失うほどの病気と四男の兄が足を失うほどの怪我をした。父は兄たちを助けるために、当時は高価な薬でなかなか手に入らなかったペニシリンという薬を戦争で儲けたお金で大量に買い上げ、おかげで兄たちが助かったけれど、父は店の権利をすべて売ってしまった。そう、父がやっと無一文となってくれたその瞬間だった。10月、私たちは再び南京へ行った。そして今回もまた南京屠殺記念館に。静かに花を添え庭に出た。すると一人のご老人が物思いにふけり、石畳に座っておられる。家族を殺され、今は亡きその人も今もこうして忍んでおられるに違いない。97歳まで生かされた母は今まさに東京の病院にいる。母と同じ年頃の娘さんがあの時南京でどれだけ殺され生を蹂躙されただろう。生きてさえいれば母と同じように90歳100歳までも元気に暮らせただろうに。本当に理不尽だ。1週間の旅を終え、妻は母親の待つ病院へ駆け込んだ。お母ちゃん、中国では自分の目の前で母親を殺されて飛んで行って抱きしめることさえ許されなかった娘さんたちがたくさんいたのよ。私はこうして毎日お母ちゃんに会えて嬉しいけど、この幸せが罪に思えてね。意識が混濁している母に残酷とは思いつつ言わずにはおられなかった。今母の死と向き合っているこの私と、あの時中国の娘さんの母の死の向き合い方があまりにも違いすぎる。私はそのことを最後母と確認したかった。じっと母が私を見、私は母に抱きついた。私は1946年敗戦の翌年に生まれた。敗戦後にもかかわらず、私は父が店を売りに出すまでの間、家族に甘え、そして飢えることなく生活できた。でもそのことがどれだけ罪深かったか、
して中国では日本軍の敗北でやっと解放された安禄、そして侵略の傷を受け絶望的な悲しみが覆っていたにもかかわらず、人々はまた再び死と向き合わされていた。あの日本軍の残した爪痕、内戦と戦っていた。そしてあの時上海南京命がけで脱出した人々がアメリカ、カナダをはじめ難民となって世界中に移住した。あの時日本軍が来なければ今頃中国で幸せに暮らしていると思います。一人の中国系アメリカ人の方が言われた。その中にウェイさんがおられる。ウェイさんは4歳で南京を脱出した。そしてなお上田のお母さんはあの金魚女子文理学院の卒業生ミニー・ボードリンさんの教え子だった。そんな時私はピアノとバレエのレッスン、そして両親に連れられて歌舞伎座外、そんな私の命、子供の頃知らなかったことは仕方がないけれど、今の私には仕方がないでは済まされぬ罪を感じ、父はお嫁さんたちみんなからまるで仏様のよう慕われた。そう、父はあの戦争中警察に追われ、反戦運動をしている人をかくまうことすらやった。父は本当に慈愛にあふれた人だったけれど、私は今私の愛する父、軍人と同じ罪を犯していたと思う。いえ、軍人よりも罪は重い。なぜ兵士は返り血を浴びているけれど、父たち御用商人人にやらせてお金だけ入る、これも罪か。そしてあざとい、悪どい。父が軍隊からもらい受けていたそのお金、それは血塗られたお金だ。目黒のうち、あの家もそんなお金で買った家だった。そして私のあの黄色いワンピースでさえも、罪は僕のうちだけなの。夫があの問いかけ、今や私の胸の奥に確認つけたの。真実が私の元に届いた。いつものように読み込んでいた本の虐殺の現場の写真を見ていた。すると目黒市長連隊の文字、昨年村瀬森康当時目黒市長連隊兵団自動車17中隊の所属、あの大橋の市長隊、この連隊も父が秋ならをしていた連隊である。性病を治すため、生きた中国人を殺し、脳みそを食べた中年兵士、道路の
真ん中で真っ昼、人目もはばからず、豪華林間を楽しんだ兵士たち。5歳の女の子から80歳の婦人までもが犯される。陰部に棒、瓶、銃身、手榴弾、あらゆるものが突っ込まれ、地獄の悲鳴を上げていた。母親を犯させた兵士たち、父親に息子の妻を犯させた兵士たち、そしてそれを見ることを命じた兵士たち、ありとあらゆる財宝を父は軍からもらい受け、あの大口開けて笑っている。天の上から見ていた父の両親、祖父母、祖祖父母たち、江戸時代から代々米問屋、材木問屋の商売人、そして熱心な念仏師、仏教徒である。先祖、お前を商人に育て上げたのは人殺しの手助けをするためではない。そんな金とは縁を切れ、罪滅ぼしをしろ、きっと兄たちを煩わせ、父の全財産を奪ってくださったに違いない。父よ、父よ、父よ、中国の、アジアの、朝鮮の、沖縄の、南京の人々のあの時の幸せな生活は二度と戻らず、魂の傷、心の傷、病んだ体は今もうずくまま洞窟し、涙のしずくは大河をも突き抜け、天空の嵐、雷となってこの地上に怒りの怒涛を投げつける。それでも人々の憤怒の両手は収まらず、この世でもあの世でも五本の突き出た指先が今も空の中に残されたままだ。空をつかんで、また空をつかんで、日本人の心の目は今どこを見ているのか問いかける。永遠に問いかける。そして私は今、戦後この私の命、私の生、日本の加害の罪、父の罪を見ることなく過ごせたことで許されていた。いえ、許されていたに過ぎない生であった。初めて気がついた。そしてあの残虐なる行為を犯した日本兵のあの罪、それは私自身の罪だと感じる。いえ、私の罪だと思う。自分が幸せにならないことで自分の性を見つけようとした。
中国で見ました、聞きました、触れました。日本軍のこの刹那と大敗のこの極み、命令する、斬首、父の命令で殺されたであろう中国の人々の声が聞こえる。私たちは生きています。この首を、ここへ来て私の目の見える前で息をしてみろ。弔うならこの姿を映せ、そして永遠に残せ。弔うなら私をしゃれこべにしてガラスで囲って万人に見せるのに、そここそが私の墓。日本人にその家族にいつの日か見せるのだ。お前がその家族か。やドキタク、民族の卑怯さ、人としての卑怯さ、太陽のもとに記すので、私たちは生きています。愛の源は人間の良心のもと、イエス・キリストの光の中、阿弥陀様の両の手の中で赤い血となって、永遠に黒く洗い出されている。中国、アジアの人々の怨念が消えない限り。
今幸せな人がいるとしたら、それは頭に過ぎない。そう思う。父よ母よ、もし私の努力が足りずにあの世で裁かれるのなら、あなたと一緒に裁かれたい。もし生まれ変わりがあるのなら、この罪と罰我が魂に刻み込む懺悔の生、生きていけたらと思う。罪人の私、その罪をどう償うのか、お前にその覚悟はあるのか。地獄こそ